どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回の動画は、所長の減量経過報告の動画となります。減量開始から3ヶ月経ちました。ついに3ヶ月ですね。今回減量期間3ヶ月っていうのは、実は僕にとって結構長い減量期間ですね。今、長くて2ヶ月半ぐらいとかですかね。ちょっとこう、短期間でギュッとすることが多かったんですけど、今年は少しゆっくり、スローペースに減量を進めたいなと思って3ヶ月に突入しました。ということで、今は8月12日の、モデルジャパン横浜大会に向けて減量中です。今から計算して約40日後ぐらいに大会があると。ということで、まだ減量期間は続きますね。まあ、それではね、早速でありますが、3ヶ月の、所長のぽっこりお腹の変化っていうのを研究員の皆さんにご報告しようと思います。どうぞ。I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on. I don't know, just.負けるの中年、楽しむ中年、輝く中年、頑張っていきましょう。はい、という感じでですね、3ヶ月の経過いかがだったでしょうか。お腹が、あのぽっこりお腹が随分減少しました。ウエストに関しては、最初4月2日の減量開始の時に96センチ、そして今回は77センチとなりました。ちなみに、今動画を撮影している前日ですね、昨日ですね、昨日の段階で、動画を撮りました。なので7月1日で撮りましたね。本当はね、今日7月2日で、まあ2日刻みでじゃないですけど、毎月2日に経過報告をしようと思ったんですけど、今日はちょっと仕事終わって今ヒサロ行ってきたんですよね。ちょっと焼いてしまうとね、また雰囲気変わるかなと思って、昨日時点の動画で、1ヶ月の報告、1ヶ月というか、まあ、3ヶ月の報告とさせていただきました。ご了承ください。ということでですね、もう減量開始3ヶ月です。もうお気づきの研究員の方もいらっしゃるかもしれません。長い研究の方だったらわかるかもしれませんけど、声が枯れてるんですね。今朝ですね、体重が 71.6 だったのかなと思います。なので、1ヶ月前と比べると 3.5 キロとかですね、4キロいってないからぐらいなんですよね。だいたい毎月1ヶ月で4キロペースで来てたんですけど、まあ、この1ヶ月、直近の1ヶ月は 3.5 ぐらいですね。それでもまあ、減量頑張ってる方かなと個人的には思ってるんです。だんだんやっぱ医療感になってくるんで。で、去年とかね、まあ、動画を見てくれてる研究の方はわかるかもしれないんですけど、僕は減量すると声が枯れてきます。で、この声が枯れてくるっていう現象が、だいたいね、去年は68キロ、体重が68キロぐらいになると声が枯れてきてたんですけど、今年は、72キロの時点で、会社の職場の後輩から、なんか声枯れてますねって言われたんですよね。なので、まあ、だいたい先週かな、それぐらい、先週か先々週ぐらいから、まあ、言われるようになってきたということで、なんかこの、声の喉の変化っていうのは僕のこう、なんですかね、減量において一つのパロメーターというか、指針になるんですけど、そういう意味では、去年と比べて約3、4キロぐらい多いですね、体重が多い状態で声が枯れてきてるってことで、結構減量が進んでるのかなっていうのをちょっとね、感じました。まあ、これがね、純粋に筋肉量が3キロ、4キロ増えてるっていうだったら、まあ、そんなありがたい話はないんですけど、まあ、そう簡単にはうまくいかないかなとは思いつつも、まあ、去年よりは多少体は変化してるんじゃないかなっていうのは、まあ、実際に、体も見てて僕も感じます。それがね、やっぱ今のモチベーションになってるかなと思います。ということで、きっとね、今年のステージは所長にとっても、最高の体で臨めるんじゃないかなと、今まで以上の体で臨めるんじゃないかなっていうふうに、今のところ考えております。ということで、ね、声は枯れてますし、減量は進んでますけど、所長はなんとかね、元気いっぱいで楽しみながら減量しています。特に今年、そうですね、変わったところ、まあ、ちょっと簡単に言うと、一つはですね、汗をかくようになりました。水の量が増えましたね。水を飲む量ですね。トレーニングの時に、だいたいいつも、
この、750でしたっけこれ。750だったか、700だったか忘れちゃったんですけど、まあこれ1本で足りてたんですけど、今年はだいたい1リットルぐらいですね。これ2本ぐらい用意して、まあ1本半近く飲むかなっていう感じです。なので、水飲む量が増えてるんですよ。と同時に汗かく量がすごい増えましてね。これは何ですかね。もうもちろん気温的にこう暖かくなってきてるっていうのもあるのかもしれないんですけど、なんかそうじゃないところで結構内側から熱を感じる機会が増えましたね。筋トレ中にすごい増えたんですよ。もしかしたらこれ僕はね、サウナの効果なんじゃないかなと思ってます。サウナもなんだかんだ週に1回ぐらいは、行けるようにしてるんですけど、サウナ始めてからか、まあ、特にね、サウナの次の日っていうのは体が結構暖かいんで、次の日ってすごい汗が出るんですよね。それがなんかいい感じで続いてるのかなっていうような、なんか感じはしてます。その血行が良くなってからなんですかね。代謝が良くなってるせいか、やっぱりこう水をこう取り込む、出すっていう、体に取り込む、そして出すっていうのが、なんか去年より効率よくできてるような気がします。そして、まあそれに伴って体に熱を発する。まあだから水も飲むんでしょうけど、まあそんな感じで減量が進んでるかなって思います。で、実際ですね、食事の方、僕はカロリー計算してないんです。まあよく聞かれるんですけど、ごめんなさい。カロリー計算はしてないんですけど、去年よりは食べてるんですよ。減量のペースは変わらないんですけど、食べてるという自覚はあります。特に、炭水化物ですね。まあお米の量。もう今は、今月から玄米に変えたんですけど、だいたい一食、去年だと、例えば 100g とか、それぐらいしか食べてなかったんですが、先月ぐらいまでは 150g ぐらいですかね、一食で食べてましたし、まあちょっとここ最近は 130g にして、そして、玄米に変えてきたりとかして、まあ減量末期になってきたかなっていうような感じもしています。それ以外のね、食生活はほとんど変わってないんですよね。もう、減量始めてから、今までそこまで変わってないです。炭水化物の量が少しずつ少しずつ減ってるかなってぐらいで、タンパク質量とかは変わってないんですね。それでもまあ順調に、減量できているということで、多分ですけどうまくいってるはず。まあそう思ってないとね、やってらんないっていうのもあるんですけど、きっと、いい仕上がりになってきてるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、今回の動画は元気の皆さんにね、減量生活3ヶ月目のご報告の動画とさせていただきました。まあ、バーっといろいろ喋ってしまいましたが、まあ、減量進んでて、声もこんだけ枯れてるんですけど、まあ、ご覧の通り、所長は結構元気です。ということで、もうすぐね、ステージが待ってます。うん。楽しみですね。この7月、実はね、結構いろんな選手の方にも会いそうなので、まあ、その辺も、YouTube を通して皆さんに、お伝えできれば嬉しいかなと思っております。ということで、元気の皆さん、引き続き、所長の中年の応援の方、よろしくお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、カシャ。ちなみに、減量終わって、大会終わったら、これ、食べようと思ってるんです。長崎のカスタードクッキー。これね、もらったもんなんですけど、すっごい楽しみにしてんの。